心得ました。過去のことはもう遠い忘却の彼方、分かっているのは永遠のような旅をしてきたこと、共に過ごす騎士たちにも苦労ばかりかけてきた。だが今の主ハヤテとの出会いがその悲しみを変えてくれた。闇の書としての運命も呪いも終わらせてくれた。何より呪いを断ち切る一戦で、ただ一度、たったの一度だけ、主とその融合機として共に空を駆けることができた。主の温かな胸の中で一つになって戦うことができた。それは融合機として生まれ過ごしたこの身にとってこの上ない喜びで幸福だった。だが闇の書の呪いを断ち切ることは生易しいことではなかった。防衛システムの切り離し、解き放たれた闇の書の闇との戦闘、特にシステム切り離しの際に引きちぎられた私の根幹部は回復しようのないダメージを負った。システム再生の不能、融合能力の喪失、そして緩やかな自己崩壊。本来であれば私はあの戦いの後自ら死を選ぶはずだった。この身に宿した自己再生能力ゆえに再び闇の書の闇を生み出してしまう危険から主や騎士たちを守るために。だがなんとも皮肉なことに、あまりに失い無力になりすぎたがゆえに、この先数ヶ月程度で死を迎えるという現実と引き換えに、私は今を生きることを許されてしまった。そうして私は残りわずかな時間を主と共に過ごさせてもらっている。わずかばかりの時間の中、たとえ共に戦うことはかなわなくとも、せめてこの優しい主に私の知ることをお伝えしてゆきたい。願わくば笑顔と幸せを差し上げたい。その思いが今の私のすべてと言っていい。今日もええお天気やな、リーフォス。はい、我が主。お昼の下ごしらえも済んでるし、洗濯物は干してあるし、お昼時まではのんびりや。はい、どこかお散歩でも行きましょうか。あ、ほんならまたちょっと魔法を教えてほしいな。いいですね。では執務官たちに許可をいただいて上がりましょうか。うん。リンフォース準備いい？ああ、こちらはいつでも。ハヤテちゃん見えてますか？うん、バッチリ見えてるよ。主ハヤテの魔法資質は光栄広域型だ。やはり私とお前の魔法戦が一番参考にしていただける。うん、
勉強してもらえるように張り切って模擬戦やっちゃいましょう。でもまだ体調も本調子じゃないんだから無理はしないのよ。大丈夫だ。まあお前も程よく手加減してくれ。うん。じゃあ颯ちゃん開始コールお願いします。はい。ほんならシャマル対リンフォース試合開始。うまく飛べた。私もまだまだ捨てたものではないな。うん、ひどいわ。手加減しろとか言っといて。いやいや、勉強になったよ。二人とも大きな。いい。やっぱ広域攻撃は先読みと戦術やな。その辺はクロノ君にも教わらな。はい。リンフォース体調いいみたいね。あまり極端に魔力を消費しなければな。とはいえ今ので限界に近いよ。うん。呼び出し？誰だ？あ、リンフォース。今上空で結界作ってるよね。はい。先ほどそちらにお伝えした位置の通りですが、そこの近くにいくつか変な結界ができてるんだよ。魔力反応もある。え？本当ですか？何かあると大変だから、一旦家に戻ってもらっていいかな？はい、了解しました。とりあえず、ハヤテちゃんを家まで送っていきましょう。どうした？迎えに来てくれたのか？誰だ貴様は？どこの誰かは知らんが、ちょうどいい。闇の書のため糧となってもらう。お前は。スタンバイレディフェーズ1エンゲージ。Yeah.
折れる時まで。フェーズ2、エンゲージ。はっ！やめろ。フィル、ビッグバック。声や。戦術もショーのものそのままだ。消えた。リンフォース、今のはシグナムの姿やったけど、シグナムとは違った。正体に心当たりはあります。ですが気のせいであってほしい。あるいは今の一体だけで終わってくれれば。ハヤテ、シャムル、今アースラから連絡もらったんだけど大丈夫？リーンフォースも一緒ですね。うん、こっちは平気や。リーンフォースが守ってくれた。みんなは家にいるな。シャマル、主をお守りして先に家へ戻っていてくれ。あ、うん、それはいいけど。私は調べたいことがある。闇の書の完成融合機捕らえました。お前は高町ナナは？いや、違うな。お初にお目にかかります。というのも妙ですね。もともとはずっと一緒だったのですから。防衛システムのマテリアルか。はい、姿形と好みの魔導は闇の書の収集データから再現したものですが、私は他の誰でもない私としてここにいます。闇の書の復活が私の目的です。あなたを倒し糧とさせていただきたいのですが。すまないが、そういうわけにもいかない。それにこちらもお前を見過ごしてはおけん。それなら話は早い。互いの視力にて雌雄を決しましょう。スタンバイレディフェーズ1エンゲージ。はっ、声が。
この翼、折れる時まで。そんな、私の攻撃のデータを。そういうわけでもないが、お前のオリジナルには苦戦させられたからな。ふむ、残念ながら目的は果たせませんでした。闇の書の復活は他のマテリアルに任せることにしましょう。マテリアルは他にもいるのだな。独自の人格を持っているのは理の私と力の雷剣士、そして中枢となる王の三騎です。そうか、ありがとうというのも妙な話か。いえ、再びまみえることがありましたら、その時は私があなたを召します。その機会が来ないことを祈っている。はい、それではさらばです。闇の書の断片、闇のかけらか。お前は一体。私から切り離された防衛プログラム再構築のためのシステム、それが消滅しきっていなかったのだ。断片的な再生機能は闇の書に触れた者たちのデータを集めて復活しようとしている。ような痛みがある。この身が、この拳が渇きを癒せと告げている。奪って癒せと訴える。苦しい思いをさせてしまってすまない。だがその渇き、癒させるわけにはいかんのだ。痛みも苦しみも私が背負う。だからこの手で眠ってくれ。No!
私はまだ飛べるのだな。タゲニューライス。通らぬ。なぜだ。なぜ俺の拳が。本当にすまない。私は問題ありません。それよりも事態の詳細が分かりました。え、私の闇の書の呪いが原因です。闇の書、てめえか。ああ、これはリータの記憶か。戦いの日々が辛くてずっと悲しんでいた頃の思いを闇のかけらが再生している。目が覚めたらこんなとこにいた。どこだよここは。今度の主はどこにいる。どうせろくでもねえやつだろうが、挨拶しねえとシグナムがうるせえからよ。リータ、それに何なんだ。体がめちゃくちゃ重い。喉は乾くし力も入らねえ。いいんだ、大丈夫だ。お前はここで休んでいてくれ。ふん、そんなわけにいくかよ。起きたらすぐに戦わされんだろ。どうせ今度の主もそんなやつだ。違う、お前の今の主は。何なんだよさっきからごちゃ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 。今度の主と次の戦場はどこかって聞いてんだ。質問にだけ答えろ。それともなんだ、答えられねえ理由でもあんのか。すまない、少しおとなしくしていてくれ。お前の悲しみと痛みを終わらせてやりたい。Stand by ready Phase 1 Engage。私はまだ飛べるのだな。Phase 2 Engage。私はまだ飛べるのだな。タゲニューライス。嘘だ嘘だ、なんで攻撃が通らねえ。すまない、もう終わりにしよう。なんでなんでだよ。ずっと悲しくて寂しいばっかりで、それでこのまま終わるのかよ。
叫んな。そんなの嫌だ。本当にすまない。私のせいだな。やはり全ては私が。リーフォース、クロノだ。はい。エイミーから状況の報告を受けた。事態解決に向けてナノハたちも動いてくれている。闇の書事件の余波被害としてこの程度は予想の範疇だ。手は打ってあるんだが、もう少し詳しい情報が欲しい。協力してもらえるか。はい。散らばった断片、闇のかけらはいくら叩いても復活してきます。再生を制御している防御システムの構築素体を破壊できれば。見分け方は？力の量と質が違います。それから記憶再生ではなく独自の自我を発生させていることも。貴重な情報だ。助かる。体調が万全でないのにすまないが、引き続き協力してほしい。はい。執務官は優しい方だな。きっと未来を見てくださっている。高町菜の葉やテスタロッサ、主ハヤテたちの光に守られた未来を。ならば私は。あなたは？お前か、テスタロッサ。いや、テスタロッサの記憶を再生した思念体と言うべきだが。うん、自分でも分かってる。私は後悔から生まれた。過去の過ちに取り返しはつかない。壊してしまったものは帰らない。だけど振り返らずにはいられない。そんな後悔から。本当のお前は強い子だ。拳を交わした私はよくわかる。わからないよ。寂しくて悲しいばっかりで、苦しくて。大丈夫だ。今私が救ってやる。Stand by ready. Phase 1. Engage. Yep.私はまだ飛べるのだな。私はまだ飛べるのだな。Target neutralized。負けちゃった。すまない。痛い思いをさせたな。本当のお前には強い友もいるし、家族のような人たちも。
心をつないだ守護獣もいる。後悔に迷うことはあっても負けはしないさ。弱気になるものではない。自分も弱気なのに変なの。そうだな、変だな。ありがとう。バイバイ、ビンフォース。システムの再生が遅い。阻んでいるのはお前か。ああ、闇の宿命も果てない呪いも終わらんよ。どこまで逃げても追ってくるだろうな。私も分かっている。ならば帰ってこい。逃れられないのなら自我も願いもなくしてしまえば楽になれる。ああ、昔の私ならそう言っていたろうな。だが私にはそれはできんよ。なぜ？終わらない呪いを終わらせるため、宿命をこの手で断ち切るため、それは私にしかできないし、私が何よりなすべきことだ。無理だ。できるさ。私がその礎となる。無駄だ。すべては闇の狭間に消えていく。夢も決意も悲しみも。Stand by ready. Please watch.技も力も同じはずなのにな。そうだな、壊れたその身の一体どこにそんな力が。我らが主や、いずれ羽ばたく雛鳥たちの未来を思えばこそだ。私もそんな風に思いたかったよ。
だが、マテリアルは私で終わりではない。中枢部がまだ。何？気をつけ。あれは凄まじく。他にもまだ。排除に異常反応、特殊結界を確認。魔力反応大きい。これは力がみなぎる。魔道がたぎる。集え闇のかけらよ、我が身に捧げるニエとなれ。あれがマテリアルの中枢。よりにもよってなんという姿を。だがあの凶悪な魔力、壊れかけたこの拳で止めること叶うか。いや違うな、叶うかではない。止めるのだ。主や騎士たちを守るため、雛鳥たちの空を開くため、私がこの身に命に変えてでも。待って、我が主リンフォース墓。今一人で無茶しようとしてたやろ。それはあかん。夜天の主と祝福の風は一心同体。無茶するも一緒にや。ですが私は融合能力を失っています。あの巨大な力に相対するのは。前にも言うたやろ、リンフォースのマスターは私や。無茶は無茶でも気合で道理を引っ込ます程度の手は持ってきてある。融合システムの裏技、リンフォースが私にユニゾンするんやなくて、私がリンフォースにユニゾンする。それはそんならいけるよ、戦える。ダメです、あなたへの負担と危険が大きすぎます。平気や、魔力制御の練習ちゃんと毎日してきた。ですがそれにこんな程度のことで私の大事な祝福の風の命削らせるのは絶対嫌や。我が主、ずっと一緒やったし、これからも一緒や。行こう、リンフォース。はい、我が主ユニゾン。リン、融合率 96%。 この力は。言ったやろ、やれるアーチの祝福の風は一心同体だって。はい、このぬくもり、この絆、私は。さあ行くよ、リーフォース。はい、が主。珍しいニエが舞い込みおった。マテリアルよ、お前を止めに来た。小虫とチリアクタが組んだとて何を。誰が騙しや、このレッド組。闇の書の運命はもう終わりだ。蘇ってももう何も誰のためにもならない。誰のためなどではない、我は我のために、心地よき暗黒を永遠に生きるためにここにある。さあ貴様らも我が糧となれ。そうはいかん、夜天の主とその翼が。ここで全部終わらせる。
我が主、大丈夫ですか？ また助けてもらったな。あの時と同じや。この身が続く限り、何度でもお助けいたします。ありがとうな、リンフォース。マテリアルを失った闇の書の断片たちは、ほどなく沈黙した。そこに、高町菜の葉やテスタロッサ、執務官や騎士たちの働きがあったことは、今さら私が語るまでもない。その後も、事後処理への協力に追われる日々が続いたが、そんな中、私は一つの朗報を聞き、事後処理の終了と同時に、若干困った事態にもなってしまった。だるい、体が重い。融合器主体の融合は本当の非常措置です。やはり無理は出てきます。ハヤテ、大丈夫？ごめんな、大丈夫なんやけど。まあ、家事はしばらく私たちに任せて、ゆっくりしててください。リンフォース、主ハヤテを頼んだぞ。どうかお大事に。
困った事態とは、主ハヤテが緊急融合の後遺症で寝込んでしまわれたこと。無理な魔力消費が原因なので、静かに寝ていれば何の問題もなく治るのだが。あかん、お料理できんとストレスや。まあその、たまにはゆっくりされるのも良いものです。あ、そういえばリンフォース、マリーさんやエイミーさんたちに何かいい話って聞いてたみたいやけど。はい、ごく限定的にですが、融合能力が戻るかもしれないと。ほんまか？完全にとはいきませんが、それでもこの先こんなことにならずに融合を行えることもあるかと。それは嬉しいな。もちろん私の残り時間が増えることはなく、私はやはりこの先数ヶ月余りで命を終えることにはなるのだが、それでもこの優しく強い主に融合戦の経験を残して差し上げられる、私が積み重ねてきた知恵と経験のすべてをお伝えし残していける、それが何より私には嬉しい。いつかあなたと共に空を駆ける二代目にも受け取ってほしいと思います。もうリンフォースは気が早いな。それはまだもうちょい先の話や。はい、さといこの方は全てを知って笑っていてくださる。残りわずかな時間の中、それでも私はこの方と生きていこうと、そう思う。笑ってて、そばにいて、笑顔の魔法をかけたら、始まる物語は神様に。